はい、本日はですね、オーディオキネティック株式会社のスポンサーセッションになります。題して神っているダイアログワークフローの決定版、劇的工数削減をモバイル、AAA VR ARA という内容で始めさせていただきたいと思います。本日の講演ですね、見ての通り外人の方が3人もいるということで、ちょっとパワーポイントの資料に関してはちょっと英語の方で弊社都合となっては申し訳ないのですけれども、進めさせていただきたいと思いますので、ご了承いただければと思います。私、牛島正人と申します。オーディオキネティック株式会社のサウンドデザインレジデンスということで、務めさせていただきます。 So, could you guys introduce yourself? Hi everyone. So first, I guess I have to apologize. I don't speak Japanese. 日本語喋れなくて申し訳ありません。 But thankfully, we have our friends at Audio Kinetic to help us today.オーディオキネティック、私たちの方でお手伝いさせていただきます。 So I'm Adam Levinson. I'm Vice President of Business Development at Krotos. Krotos のバイスプレシデントであるアダムさんになります。 Krotos is an audio technology company based in Scotland. スコットランドベースのオーディオテクノロジー会社になります。 But I am in California. 私自身はカリフォルニア出身にいるんですけれども、と。One sentence at a time. So our vocal processing product, Dehumanizer 2, Dehumanizer 2というプロダクトがあるのですけれども、has been used in blockbuster films like Age of Ultron, Jungle Book. Okay, sorry. Games like Far Cry 4 and Doom, and TV shows like Game of Thrones.Dehumanizer 2という、テクノロジーがですね、ハリウッド、映画業界や、ゲーム業界を中心に、こちらのリストにあるようなタイトルですでに使われている、製品になります。So now the Dehumanizer technology is available at runtime, for Audio Kinetics Wise, and it's called Dehumanizer Live. そして Dehumanizer 2という技術なのですけれども、今は、Audio Kinetics Wise で動くランタイムのプラグインとして利用することが可能になりました。So with Dehumanizer Live, sound designers can set up adaptive vocal effects.こちら Dehumanizer Live という製品名になるのですけれども、サウンドデザイナーが受動的に音声を加工するということが可能なツールになります。 So vocal tonality can change based on game conditions. ゲームのコンディションによって音の倍音成分であったり、そういった質感をですね、コントロールすることが可能です。 Dialogue processing can finallybe easily localized. そして、ローカライズをすることも簡単な、ものになります。And players can actually customize their player characters. そして、デザイナーさんは、プレイヤーキャラクターの質感ですね、そういったものを自由にコントロールすることが可能です。So today I'm here with Matt Collings. マット・コーリン、と一緒にいる彼がマット・コーリンなんですけれども、はい。Matt leads our development team at Krotos.クロトスのディベロップメントチームの一員になります。And later in our presentation today, Matt is going to take us through all of the details of Dehumanizer Live. マットの方から詳細を説明させていただきたいと思います。Konnichiwa. I'm Tom Hayes from Rocket Sound. And we...provide sound for video games of all things. ビデオゲームに音のサービスを提供しているロケットサウンドのトムと言います。Some of our recent games include Final Fantasy 15, Gears of War 4, Final Fantasy Mobius, Let It Die, Hitman. It list goes on. So we are oriented towards major games.ファイナルファンタジーやギアオブウォー4、皆さんご存知のタイトルがいくつか彼の口から説明があったと思いますが、そういった、タイトルでの、音声制作に携わっています。 And we run three voice recording studios in Los Angeles. We're set up for we have in mind special setups. We do video recording of actors' faces for animation reference.
ロサンゼルスの方に3つのレコーディングスタジオを保有していて、スペシャルカスタマイズと、もうビデオゲーム専用に音声収録ができるような環境を構築しているということです。アニメーションも同様です。And yeah, so and we provide a complete set of services related. On a personal note, I've been in game development for over 25 years and worked in-house for a long time. 彼自身もう25年以上ゲーム業界のインハウスデザイナーとして活動しています。And I'm very excited about what these companies are presenting today. That's why I'm here.そして今日このような形で、日本に来れたことをとても、嬉しく思っています。A lot of these things they're doing are solutions to things we were trying to deal with years ago, and they finally fixed it. Oh, sorry. They have finally solved many of the issues that we've been dealing with for a long time. Ah, okay. こういう形でですね。チームアップというか、皆さん並んでいる状態なんですけれども、こういったコラボレーションを行うことでこれまで抱えていた問題というのを、解決することができているということに非常に、嬉しく思っています。ありがとうございます。はい、そして、これから、セッションの方を、始めさせて、いただきたいと思います。ですね、本日の目的は、オーディオミドルウェア WISE を使った、効率的で新しいダイアログワークフローの解説というところで行わせていただきます。クロトス社のディヒューマナイザーライブを使ったテクノロジーの紹介、そしてダイアログ収録に関してはスペシャリストでもあるロケットサウンド社のですね、知見ノウハウなどを交えながら WISE を使うことによって得られるメリットをですね、デモなどを交えて説明させていただきたいと思います。そして本日デモンストレーションで使わせていただく音声ファイルはロケットサウンド社による収録素材を使わせていただきます。はい、それではまず、私の方からですね、少し、説明させていただきますが、近年のサウンド制作においてやはり作業量がとても多くなってきているというのがやはり音声作業ダイアログの部分が非常に、作業コストが大きいということになってきていると思います。タイトルによってこの音声ファイル取り扱うファイルの数というのはまちまちだと思うのですけれども、近年ではソーシャルゲームの方でも1万ファイルの音声を扱うことも、そんなに珍しいことではない、そしてコンソールゲーム AAA といったようなタイトルであれば、1言語で10万、そしてローカライズをすることでも倍々で音声ファイルが増えていくと。そして音声収録、音声ダイアログの作業ですね、いろいろなステップがあって、まずレコーディング、そしてエディティングという作業が発生しますね。音声を処理してノイズをカットしたり、音量調整したりマスタリング、そういった作業が発生します。そして実装作業というものもその後に構えている、もういくつもの作業工程が発生する。その上で多言語対応とす、のようなタイトルであれば、もう作業コースがさらに増えていくということになってしまいます。そこで、WISE の中では、そのダイアログ制作において効率的なワークフローを作ることができる機能が、いくつか、すでに実装されています。一つは、ダイアログを制作する中でデータベースというのを皆さん使われるかと思うのですけれども、そういったものから直接ダイアログ専用の実装データを作る、そしてディヒューマナイザーといったような DSP プラグインを使って音声ファイルを編集する、そしてローカライズデータをインポートする、簡単にインポートすることができる機能、そしてですね、音声収録に関してはよく外注会社さん、専門の会社さんを使って収録されるケースが多いと思いますが、そういったアウトソースベンダーの方とのコラボレーションができる機能、そして最後にオーディオキネティックが独自に開発している WISE ボルビスというものっていう機能があります。そして簡単なダイアログの作業工程
というものをちょっと想定しながら、本日の講演を進めさせていただきたいと思います。まず、プレイスフォルダーの準備、そしてスプレッドシートデータベースからタブ区切りテキストファイルを利用しての、インポートする方法、そしてプレイスフォルダーを WISE に仮組みする、そしてデータサイズを見積もりを行う、そしてリファレンス言語へ音声を差し替える、そしてディヒューマナイザーライブを使ったボイス加工、そしてローカライズ、カルチャライズの部分ですね、そして最後に音声データの圧縮という流れで進めさせていただきます。こちらはあくまでも一例ということで、皆さんもうおそらく独自のパイ、ダイアログ制作環境というのは構築されているとかもしれませんが、こちらの内容は皆さんが本日帰ってすぐに真似していただけるような、簡単なデモになりますので、ご了承いただければと思います。はい、まずプレイスフォルダーというものがまず何かというものなのですが、馴染みのない方もいるかと思いますので説明しますと、簡単に言うと仮データです。なんでそういった仮データが音声、ダイアログ作業で必要かと言いますと、メモリーサイズの見積もりであったりデータサイズの見積もりを行う必要がありますので、そのために使うデータである。そして実際のゲームの中で、プログラムによる再生トリガー情報がちゃんと受け取れているのかというのを、事前に最終的な音声ファイルを受け取る前にチェックするために使う。そしてですね、そういったプレイスフォルダ仮データを使う理由、他の理由としましては、 WISE の、データの構造情報であったりセットアップ、そういったものを事前に構築するために使う、そういった目的でプレイスフォルダを利用することになります。じゃあプレイスフォルダどういったものを用意すればいいのかというのをちょっと一例ということでご紹介させていただきますと、こういった感じ、48kHz、16bit、モノラルの5秒ぐらい、このあたりは皆さんの方でいろいろいじって、最適なデータを作っていただくことが方がいいのかなと、そしてよくあるプッというようなテスト信号ですね、そういったものがあれば、プレスフォルダーとしては役に立つのかなと。そして一つポイントとするのは、無音、サイレンスの状態だと、圧縮ってすごくかかってしまいます。なので、ノイズのようなランダムの音を入れておかないと、プレイスフォルダーとしてデータサイズの見積もりとかっていうのはあまり役に立たないものになります。実際圧縮のサイズがホワイトノイズを足しているようなものだと13分の1になるんですけれども、全くそういったものを追加していないサイレンスの下のようなデータだと280分の1ぐらいにデータが圧縮されてしまいますので、そうすると最終的なアセットと音声データと差し替えたときにデータサイズが全然見積もりと違うということに、事故に、完全な事故ですね、事故になってしまいますので、ごめんなさい、事故になってしまいます。今最近ですとテキストスピーチといったような機能を使って、ボカロみたいなものでしょうか、そういったものを使って、プレイスフォルダーを作られるケースもあります。はい、そして最初に申し上げたデータベースというものなのですけれども、よく使われるのがやはり Excel を使って音声ファイルの管理進行などを行っている方が多いかと思います。で、WISE はタブ区切りのテキストファイルをインポートすることが可能です。これがどういうことを意味するかというと、制作管理で使っているデータベースExcel ファイルですね、そういったものが直接 WISE の実装データに変換することができる。そうするとデータの不一致というのが避けられるということになります。じゃあどういったタブ区切りのテキストファイルを出力できるようにすれば WISE でインポートできるのかという簡単なサンプルデータになります。こちらも後日公開できるかと思います。はい、そしてタブ区切りのテキストファイルどういった形でインポートできるか、 WISE の中では2種類用意しています。ボイスアセットインポーターという、比較的簡単なものと、オーディオファイルインポーター、こちらが少し凝ったものになるんですけれども、波形データだけではなくプロパティ、 WISE の音量であったりバスの設定であったり、そういった細かな設定も含めて一括でインポートをすることが可能になります。
で、詳細な、タブ区切りのテキストファイルの作り方というのは、弊社のホームページのこちらのリンクの方にも、詳しく記載がありますので参照いただければと思います。はい、まず、じゃあ、ボイスアセットインポーターシンプルな方ですね。で、何ができるかというと、Excel ファイルの、行列どこから、インポートを始めるのかというのを指定した上で、一つの、出力先に、ごめんなさい、インポート先にデータを一括でインポート、音声ファイルをインポートすることが可能です。じゃあ、アドバンスの方は何ができるのか。少しこの図を説明させていただくと、フォルダーの情報であったり、コンテナの情報であったり、そして音量の設定であったり、アウトプットのバスであったり、そういったものがテキストファイルから一括でインポートできます。そして、プレイスフォルダーをリプレイスメントと書いていますが、そういったテストファイルで作った仮データを一括で変更する、そういったことがどうやってできるかというと、ファイル名を検索して一致しているものを一括でこちらも差し替えることが可能です。ここまでの、作業を少し私の方でデモンストレーションをちょっとしてみたいと思います。ちょっといろいろプレゼンテーションというところで仕込みをさせていただいているのですけれども、例えば、プレイスフォルダー、こういったプッっていうような5秒の音ですね。まあいろいろバッジを組んでいただくと、こう一つ波形データを作るとこうバッといろいろ作れます。でそこからちょっと、リネームっていうところで、今回のデモンストレーションを円滑に行うためにかなりちょっと仕込ませていただいているのですけれども、こうすることで一気にプレイスフォルダを用意することも可能です。はい、そしてじゃあ実際のデータベースどんなものをサンプルかといいますと、オーディオファイル、どこのバスからオーディオファイルを認識してWISE の中のどこのデータコードにインポートするのか、どういった種類のコンテナとしてインポートするのか、そしてプレイイベント、イベント情報というものもここデータベースとして設定することで WISE の方で一括でインポートすることが可能です。そしてセリフの情報であったり、あと細かなパラメータですね、そういったものも一括でテキストファイルからインポートすることが可能です。インポートオーディオファイルズ、こちらの機能を使うとですね、ここにインポートタブでリミテッドというふうに書いています。こちらをクリックしてですね、先ほどの Excel ファイルからタブ区切りですね、タブ区切りどこ行ったテキストタブ区切り、こちらの形式で出力をしていただくと、こういった形で、音声ファイル、あとランダムコンテナの設定も含めて一括でインポートすることが可能です。そして、今回初めてインポートするので、インポートファイル、インポートモード、こちらの設定は Create New Object ですね。そしてサウンド、今回は音声ファイルをインポートしますので、サウンドボイスという形でインポートします。すると、階層情報も含めて一気にインポートができて、そして、プレイイベントというものも一括でインポートすることが可能です。そして、今プレイスフォルダー仮音なので、実際例えば収録が終わりましたという状態になると、まあ、こういった形で音声ファイルが、貴様の魂を食らい頭がやられたというような、今回収録していただいた音声ですけれども、こちらの音声をですね、もう全選択して、ファイル名、一致させてますので、このまま、ドラッグ&ドロップでインポートします。そしてですね、リプレイスオーディオファイルズ、
でそして言語なのですけれども、今聞いていただいたのが日本語ですので、日本語に、インポートの日本語の音声の、プレイスフォルダを差し替えるという作業ですね。こちらを行うことで、貴様の魂を喰らいはもう、ごめんなさい、こちらイベントですね。イベントの設定ももう済んでいる状態ですので、はいとなれ人間どもをぶち殺せといったような感じで、簡単に、実装データが、制作できる、ことが、WISE を使うことで可能となっています。はい、こういったデータベースと WISE の機能を使っていただくことで、作業時間の、削減、そして重複した作業、そしてデータの不一致、そういったものをすべて回避することができるのではないかなと思います。そしてですね、そういった方法で作業工数を削除することで、よりクリエイティブな方に時間を費やすことができる。そこでディヒューマナイザーライブというものが WISE で使えると、よりクリエイティブなことができるという流れになっています。 OK, so it's your turnはい、こちらで。Maybe you can move it here and so that the すみません。そしたらこちらの方に HDMI に変えていただいて。The PowerPoint. Okay, so it's on. Okay, so I'm just going to walk you through now some of the features of Dehumanizer Live. そうしましたら、Dehumanizer Live の機能について、解説していきたいと思います。So Dehumanizer Live is based on DSP from the other versions of Dehumanizer, which Dehumanizer の他の今回の Dehumanizer Live はすでに作られた他の Dehumanizer のバージョンからテクノロジーを流用している技術になります。And I'm thinking that this is a technology which is familiar to some of you in the room, some of you not. もしかするともうすでに弊社の、テクノロジーをもうご利用いただいている、方もこの中に、何人かいるかもしれません。And what we've done is take this technology and optimize it heavily for runtime processing to make Dehumanizer Live the choice for runtime vocal processing.Dehumanizer Live こちらは、WISE で動く、ゲームとして、動くように、最適されたものになります。So it contains a selection of modules, as you can see, and we'll hear them shortly. こちらの中に、こちらの製品は、いくつかのモジュールで構成されています。And these are all wired to run in parallel, so you can create rich and complex processing for your audio. これらのモジュールはすべて、並列で、処理されています。So it being runtime use, it's very important for you as developers to be able to control your CPU load. CPU 負荷を削減するために、Dehumanizer Live は、最適化、ランタイムで動くように最適化されています。So we offer you the ability to bypass and exclude each module you are not using.そして Dehumanizer Live は、一つ一つのモジュールがバイパスしたり、アクティブにしたり、することができて、そこで、CPU の負荷であったりというのを、調整することが可能です。And in granular and flanger chorus modules, you can also control the number of voices to control CPU. そして granular、フランジャー、コーラスといったモジュールもあるのですけれども、こちらはボイス数を調整することで負荷を、調整することも可能です。And we also have an interpolation switch, which is acts like a quality setting. Interpolation switch というものがあって、そこで、クオリティを調整することが可能です。And as we all know, there is always the balance between quality and optimization. そして、ゲームサウンドにおいては、クオリティと、CPU 負荷、そういったもののバランスをいつも見る必要があるかと思います。So to look at the modules, we have two delay pitch shift modules. そしてモジュール、まず一つ目として、ピッチのモジュールが二つあります。And we also have a ring modulator. そしてリングモジュレーターも、搭載しています。
which is great for your robotic characters or futuristic sci-fi design. Sci-fi, ちょっとサイボーグ的なそういった音を作るのに有効な機能になっています。We also have our flanger chorus. Flanger chorus のエフェクトモジュールも搭載しています。This can easily be switched from a flanger with a short delay. Flanger とコーラスはどちらか一つを使っていただく形になります。To a chorus with a long delay.And everything else in between. So you can choose also or the, you can blend. You can do one or the other. Yeah. フランジャーとコーラス、やはり、どちらかを使っていただく形で、モジュールが搭載されています。We also have our granular synthesis module. グラニュラーシンセスモジュールになります。Which is a fantastic and flexible module. こちらは、拡張性の高い、モジュールになっています。Ranging from very dense monster sounds to very abstract broken up alien languages. こう浮遊したような音であったり、こう力強い音、そういったもうそういった音を作ることが可能なモジュールになります。And as you can see, all of these parameters are available as RTPCs in WISE. そして Dehumanizer Live のすべてのパラメータは RTPC でコントロールすることが可能です。So that gain parameters can drive the processing at runtime. Gain, 音量調整、そういったことももちろん可能です。And this also allows for character customization. そして、キャラクター自体の音質を変えるために、使っていただくことも可能です。So as part of Dehumanizer Live, we also include our mic input for WISE. Dehumanizer Live は、マイクインプットというものを用意しています。This can be very quickly and easily added to your session.簡単にワイズの中で使うことが可能です。So you can quickly access the microphone input. そしてマイクロフォンを、皆さんお持ちのマイクロフォンを使って、ワイズの中で使って、音自身の声を再生することが可能なものになります。And of course this can be used without processing to drive data or to be used in whatever way you like, or you can process it using Dehumanizer Live. もちろん購入しなくてもまず試してこういった機能を試していただくことも可能ですし、購入いただくことで、ゲームの中で使うことも可能です。We also have a vocoder. ボコーダーというものも、あります。Which is a very flexible tool for sci-fi and robotic characters. ロボットであったりサイファイなキャラクターの音を作るのに最適です。And you can choose from various carrier waveforms and use キャリアの波形ですね。そういったものもいくつか複数用意しています。And again, use everything available in the plugin as an RTPC. そしてこちらを見てお分かりかと思いますが、すべてのパラメータは RTPC でコントロール可能です。So Dehumanizer Live comes with a wide selection of presets for each plugin. Dehumanizer Live はいくつかプリセットがついてきます。These are excellent as starting points and to get, help you to understand the tools.プリセットをまず見ていただいて、そこから調整していただくということが可能になっています。And we include a full range of 32 presets. 32のプリセットが内包されています。Shall we show in WISE a little bit? そしたら、すみません、こちらの方に、切り替えていただきますね。Okay, so maybe, do you want to buy yourself? Yeah, sure. Okay. Okay, I'm going to hold you.そしたら今から少しデモの方をやらせていただきたいと思います。Okay, so if we just add the plugin here. 今バスの方にプラグインをインサートします。そしてプリセットから選んでいる状態ですね。And we start with it bypassed. バイパスしてからまずテストしてみたいと思います。貴様の魂を食らい、我は蘇る。And now we add the plugin. アクティブにします。貴様の魂を食らい、我は蘇る。And we can try another preset now. 他のプリセットも試してみましょう。貴様の魂を食らい、我は蘇る。And maybe one more. 貴様の魂を食らい、我は蘇る。And we can look at all the parameters here and go. パラメーターの詳細がこちらになります。And quickly hear the modules.
one by one. そのバイパスを、各モジュールにバイパスがありますので、一つ一つチェックすることが可能です。貴様の魂を喰らい、我は蘇る。貴様の魂を喰らい、我は蘇る。貴様の魂を喰らい、我は蘇る。かなり過激な、エフェクトになってますね。貴様の魂を喰らい、我は蘇る。今フランジャーコーラスのパートを試している状態です、ね、貴様の魂を喰らい、我は蘇る。これを今聞いていただいたのはグラニュラーのパートになります、ね、貴様の魂を喰らい、So if we can quickly hear our vocoder as well. それでは次にボコーダの方も、デモンストレーションしてみたいと思います。貴様の魂を喰らい、我は蘇る。貴様の魂を喰らい、我は蘇る。Unfortunately, this isn't the best time to do the mic input demonstration. 今日のデモンストレーションとしてはここまでがちょっと限界になってしまうのかなと。はい。But you can get hold of the plugins and our game demo, which is a test from our website for free. こちらの今お見せしたデモに関しては弊社のクロトスのホームページからプラグイン、データですね、ダウンロードして皆さんの環境で試していただくことが可能です。二個目。はい、今見ていただいた通り、WISE にですね、オーディオ音声データをこう一括でインポートして、そしてリアルタイムで、こういったボスの音声であったりロボットの音声というのを簡単に、作ることが、可能な、ワークフローに、なっているのかなと思います。それでは、次にですね、こういった形でデータをリファレンスの言語の音を作った後にですね、海外での音声収録という作業がマルチ言多言語対応のゲームであれば発生すると思います。そういったところについてトムさんの方からお話をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 There we go. ありがとうございます。 So thank you. AndIn outsourcing, there's an expression that goes way back called throwing it over the fence, which is what is very often done with assets that we, as an outside party, create for a developer to put into their game. We very often wind up blindly sending things off to the client. Thank you.ですね、外注、の音声会社の中でよく言われる言葉としてですね、スローイングイットオーバーザフェンス、これどういったことかというとですね、データを、クライアントさんの方に渡すとどういうふうに使われるかわからない、目隠しされてこう仕事をするような状態、そういった言葉がある、ということですね。This often has happens all the time with sound effects, with music, and almost always winds up being the case with dialogue. ダイアログだけではなく、サウンドエフェクトであったりミュージックの分野でも同様なことが起こっている、起こります。Usually in the past, the first person to actually hear what voice sounds like in the game is someone at the developer.After all the assets have been created and the director has gone home, all the voice actors have gone home, and all of that work has already been done.
ですね、一昔前ではどういった音声収録作業が発生していたかというと、基本的には全てインハウスの方で行われていて、デベロッパーの方で大変な作業をしていたことがよくあったと思います。And there are very good reasons for this. Not like developers want it this way. It's just that implementation can be very complicated, especially utilizing custom tool sets built at developers.インハウスで行うメリットとしましては、やはり実装作業というのはすごく複雑であったということがありますので、そういったケースでは非常に有効だったと思われます。And the problem obviously is that the people who created the voice are disconnected from the final result.ですね、そうするとですね、音声とですね、実装された作業というのが少し入れ違ってしまうようなことがあり得たということです。And that leads us to guess as to what things will sound like in the actual game. Oh, sorry. It leads us to guess what things will sound like in the final game. ですね、そういったデータの不一致などが過去には起こっていたので、おそらくこういう意図でデータが納品されているだろう、そういったこともあったと。So the way things are going with high-end outsourcing is testing work in-game. ここ最近では、ゲームのテストをしながらデータを納品するということも多くなってきています。Companies like mine will set up things like remote Perforce servers and run builds and put sounds actually into the client's game.ですね、ここ最近では、よくあるケースとしては、パワーフォースなどのサーバー、データ管理、バージョン管理ソフトを使って、データを納品し、ゲームのビルドデータ、そういったものも、受け取って、実際のゲームの中で、収録した音声をチェックする、そういったことが、ワークフローとして発生、起こっています。By fine-tuning work in-game, it lets us deliver work units that are ready to drop into the game and greatly reduces the amount of work done by the developer. そして WISE のワークユニットの機能を使うことで、ゲームの中で実装したデータ、チェックをした、ゲームの中でチェックしたデータ、そういったものを完全な状態として納品することが可能です。Yeah, the really important thing here is that if a line doesn't sound good in context, then this lets us hear that problem early. 問題となるのは、実際ゲームの中での その前後関係、文脈ですね。文脈が不一致になったときに修正するのが難しいことがあります。We can deal with it through mastering, editing, re-recording, rewriting, whatever is required. そういったことが発生したときに、リマスタリングしたり、調整作業を行ったりということが、ここ最近のワークフローでは可能になってきている、ということです。This is a basic, very important concept in project management. Detect and fix any problems as early as possible. そうした、環境を用意することで、問題があった点というのを、なるべく早い段階で検知することが可能になります。This whole process of delivering audio or delivering dialogue in work units, it's very similar to the way that things are done in feature films. こういったワークユニットで納品する作業というのは映画の方での、ワークフローと似ている流れになってきています。In features, you'll have a team of dialogue editors that creates a well-prepared set of dialogue tracks to hand to a mixer.映画の方では、ダイアログエディターという専門職があって、そこで完成したデータというのがミキサーエンジニアさんの方に、納品される。そういったワークフローが構築されています。And then that, the dialogue mixer on the film will then create a dialogue mix that the rest of the mix can be built around. そして、ミキサーさんの方で、そういった完成したデータを受け取ることで自由に調整することが可能なワークフローになります。So a properly done set of dialogue work units in a game can serve the same function. WISE のワークユニットを利用することで同じような、映画と同じようなワークフローを構築することが可能になります。So once you have your game ready with voice, you need to think about localization.
そして、ゲームが完成に、ごめんなさい、ボイス収録に、準備ができた状態になると、次のステップとしてローカライゼーションという作業が発生します。Now we refer to the first voice as the reference language. 最初に作られた言語に関してはリファレンスラングエージと呼んでいます。Other languages then need to be done in a way that makes sense in reference to the reference language. そのリファレンスラングエージ、リファレンス言語と同じ意味をなすように他の言語を作成する必要があります。Which makes it so that we don't have to fine-tune implementation for each line in each language as we add different languages. そしてリファレンスの言語があることで、細かな、インプリメンテーション、実装の調整とかそういったものは、必要がなくなってくる、なくなってきます。And this creates many challenges. We have to think about culturalization as well as simply translating.カルチャライゼーション、トランスレーション、こういったことを考える、必要があって、そこがチャレンジな部分になります。We need to think about what jokes might translate and what might not. ジョーク、日本語のジョークがそのまま訳すと英語で通じるか、そういった、解釈、インタープ、解釈ですね、意訳という作業が必要になります。We need to think about what a macho hero might sound like in, say, China versus Germany.もちろん中国語と、ドイツ語でもまた同じジョークも違った表現に、置き換えていく必要があります。Sometimes you have to deal with lip sync. そして、リップシンク、映像との同期という作業も、必要になってきます。We almost always have to match the duration of the reference language to some degree. そして、ローカライゼーション作業のにおいては、リファレンス言語との、音声ファイルの長さというものが、長さを合わせていくということが重要になっていきます。And so when you're using WISE, it provides a really easy, smooth way to add additional languages once you have your reference language set up. WISE においてはまず リファレンスなる言語のセットアップが完成していたら、多言語の音声のインポートというのはすごく簡単なものになっています。It's a great tool set for whoever's using it, but for me as a vendor, I really love being able to test our work before we deliver it to the client and hear what it's actually going to sound like. アウトソースベンダーとしてこの方法が、最も、いいとメリットと感じるのは、クライアントに対して実装する前にゲームの中でどういうふうに音が、ダイアログが再生されるのかをチェックした上で提出することが可能なところが利点だと思います。So, we're going to take a look at the audio file importer and how we use it for localization. それでは、ローカライゼーションの方、インポートについて少し説明をさせていただきたいと思います。So, すみません。そしたらこちらの方に。先ほどのデモンストレーションの続きになりますが、貴様の魂を喰らい。日本語の音声、こちらがリファレンス音声になるのですけれども、貴様の魂、実装されている状態ですね。で、ここで、他の言語のバージョン、英語バージョンを用意していただいているのですけれども、こちらも同じファイル名になっています。実は、ローカライゼーション、他の言語の音声の実装というのは、WISE ではすごく簡単で、このままドラッグアンドドロップすると、ファイル名を見て、インポート先というのをすぐに見つけることが可能です。で、ここでですね、ローカライズラングエージというものを選択していただくと、他の言語としてインポートすることが可能です。で、今回はイングリッシュ、今インポートしたバージョンは英語版、イングリッシュなので、そのままインポートします。すると、貴様の魂を喰らい、我は蘇る。今、日本語が再生されていますが、ここで英語に変えて同じものを再生すると、Eating your soul will give me the strength I need to rise once more。ということで、多言語、違う言語の、実装データというものを、簡単に、WISE を使うことで、実現することが可能です。
One great thing about this interface, you're seeing the files in two different languages side by side, which lets you compare them, both listening to them and also looking at the duration. WISE の一つのいいところとしては、違う言語がこう横並びでファイルが見え、ビジュアルで見えることで作業ミスを減らせることができるのが利点です。So, I love how simple that demonstration was. デモンストレーションがとてもシンプルだったので、びっくりしているということです。そして、maybe I'm going to talk about this, la humanity, humanity, la humanity. そしてですね、今、インポートした英語版なのですけれども、実は先ほど、マットの方でデモンストレーションしていた、The Humanizer Live、そのエフェクトを英語版の方にもそのまま適用することが可能です。Eating your soul will give me the strength I need to rise once more. ということで、こういったロボットボイス、Dehumanizer Live を使った、加工した音声ファイルをですね、多言語対応させるときに WISE を使うことで、簡単に、波形をこう一から作り直したり、することが必要がなく、とてもスムーズなワークフローを構築していただくことが可能な流れになります。The language manager window, briefly, it allows you to add and delete languages. そして WISE は、ランゲージ、言語設定も自由に変更することが可能です。This is where you can set a gain offset, an overall gain offset for each language. そして、WISE では、言語ごとに、ゲイン、音量のオフセット値を、各言語に対して適用できます。That provides a quick and easy workaround if you get one language back from a studio overseas and its perceived volume is not equal to the other languages in your project.多言語作業、ローカライズ作業というのはいろんな国で行われますので、スタジオによって原因量が、音量が全然違うということもありますが、ここの機能を使うことで微調整を簡単に行うことが可能になります。And this is also where you choose your reference language for your project. そしてディファレンスランゲージも同様に、変えることも可能です。Yeah. So, yeah, the idea of delivering work units is very powerful from vendor perspective. And when I was the other end as a developer, it would have been very powerful for me then as well. そして、今ご、ご説明はい、説明した、これまで説明した通り、ワークユニットを使うことで、こういった実装データが、クライアントさんの方に、簡単に、提供できる、ことが可能です。そういったところが WISE を、が、ダイアログ作業で WISE を使う大きなメリットになるかと思います。ということで、私の方で少し最後に、お見せしたいのが、オーディオそういった、今までご紹介した方法で、多言語の音声ファイルを実装すると、自然と、データサイズが増える、ということになると思います。そして、オーディオキネティックの方ではですね、ボルビスという、コーデックを、搭載していますが、こちらのボルビスに関しては、かなりカスタマイズをしております。そして、弊社では WISE ボルビスと、総称して、います。こちらが実際のベンチマークになるのですけれども、このベンチマーク、情報に関しては弊社のホームページに掲載しています。簡単に言いますと、CPU コストが、クオリティの設定が高いほど、より効果的になっています。例えば PC64。PC64 のクオリティ10の時はもう 121% の最適化が図られています。まあ、大体平均すると 30% ほどの最適化というものが行われています。そしてクオリティを4の場合に、まあ、私の方でちょっと実験ということで
設定してみた数値なのですけれども、だいたい平均すると12、11で、ものによっては20分の1ぐらいに音声ファイルを圧縮することができています。で、一つポイントとしては、クオリティの設定が低くても、音質があまり劣化していません。なので、もちろんこれは音声ファイルの質であったり内容にもよると思うのですけれども、クオリティの方を下げてこうぐっと音声のデータサイズを圧縮していただくことが可能な独自のボルビスフォーマットになっています。なのでこういったところもワイズを使っていただくメリットになるかなと思います。こういったところで本日のセッションに関しましてはダイアログのワークワイズを使うことでダイアログの制作フローがどれほど効率化できるかというところを説明させていただきました。こう手を抜くというかそういったところを私たち推奨しているわけではなく作業量が多いところをなるべくルーティン作業といいますかそういった物量が多い作業はなるべくコースを減らしてよりクリエイティブなところに力を注いでよりいい音をサウンドデザインを行っていただきたいなというふうに考えておりますのでぜひご検討いただければと思います。本日はご清聴ありがとうございました。それでは Q&A という時間に移らさせていただきたいと思います。もし質問がありましたら挙手の方をお願いいたします。英語で直接聞いていただいても構いません。アダムさんの方から皆さんの方に質問があると、うん、Sorry Tom Yes So you saidthat you were able to test recorded dialogue lines in your clients' games. 皆さんじゃなくてトムさんに質問があったみたいですね。クライアントさんにテストする前に、音声をチェックするって言ってましたっけ？ゲームに実装して、テストすることがあると先ほどおっしゃっていましたが。But what if the dialogue triggers aren't in place?ダイアログのトリガー情報がもしなかった場合はどうしているのですか？ Well, then you're kind of out of luck. So you can't do that work, even if you have the build. Well, actually, simply having the game rolled to play dialogue, to, in which you play dialogue, lets you hear what is going to be up against. So just you're going to...see the visual image so that you can get the basic idea. Well, let's say it's for a war game, and there's a certain kind of dynamic that the battle tends to have, and someone's supposed to be audible during a battle, mm-hmm. then even if the specific trigger is not in place, simply listening to it in that context helps. It's much better to have the triggers, of course. もちろんトリガーがない状態でのゲームをビルドデータを納品されることも提供されることももちろんありますが、もちろんトリガーがあればその中でゲームの中で実際チェックをすることも可能ですが、その映像を見ることで、音声収録の作業がスムーズに、なって、イメージも湧きますので、無駄な情報ではない、というふうに考えているということです。はい、他に皆さんからの質問があればもし、なければ、私たちまだ前にもそれではどうぞ。デヒューマナイザー2と、デヒューマナイザーライブの一番大きな違いを知りたいです。What is the biggest difference between the Dehumanizer Live and the Dehumanizer 2? What is the biggest difference between them? That's an excellent question. So Dehumanizer 2 includes other modules which are not included in Dehumanizer Live.
Dehumanizer 2の方は、ライブには、ライブ版にはない、モジュールがあります。This is because these particular modules are very advanced and we have trouble getting them to run at runtime. ランタイムで動くために、Dehumanizer 2であった、モジュールをカットした。Yes. And Dehumanizer Live also has a fixed routing in parallel.Dehumanizer Live は、ルーティン、内部ルーティンが固定化されて、モジュールがすべて、並列、処理になっています。But many people have asked us questions about the relationship between the two products. もちろん、今回の CEDEC では同じ、2つの、プロダクトの、違いについて多くの質問を受けました。So we would like to make that clearer and also have a better relationship between the two.そちらの質問にすぐに答えられるようにそういったあの関係性というのを、クリアにしていきたいなと考えています。 Is okay? はい。それでは、それでは、本日のセッションの方は一旦終了とさせていただきます。もし、質問がありましたら、お声掛けいただければと思います。本日はありがとうございました。